速稼塾の久保です。今回ですね、価値のお話を吉谷さんにいただいたんですけども、億万長者合宿シリーズにものすごくねヒントになるお話になると思います。多分ね、ここ数十話の中でものすごく不思議であり、これが人の価値の感じ方のまあ真実なんだろうなと思うところですね。私も何度も経験してきました。でまず前提としてですね、私はずっと私の YouTube チャンネルで皆さんのね動画を紹介しますよっていうふうに申し上げてきて、でどんどん今までも毎日のように 何名かの方をね紹介してきましたね。である方は紹介をしたんだけどもチャンネルが伸びず、ある方は再生数チャンネルとも急増して、そしてある方はYouTuber 同士がお会いしたりとかね、それから商品が売れたりといろいろ様々でございます。もちろん退場した方もいます。先々月熱心にやられた方がもう今やいないとかね、先月やられてた方がもうやってないとかね、そういうのもあります。で、ずっと無料でやってたんですけども、どうもねそこまで応募が殺到しないと。チャンネル登録1万人のチャンネルで紹介してもらえるチャンスは多分一生ないと思います。一生ですよ、一生ないのを私が無料でやりますよと言っても応募が、ほぼ皆無という状態だったんで、先日私はじゃあ無料でダメなら5万円にしますと申し上げましたよね。そこでですね、10名前後の方が YouTube なんてやったことないんですけども自分の YouTube も紹介してもらえますかとかね、今までずっと拝見してました。私は勤め人ですけども自分の会社の商品を紹介してもらいたいんですけども、できれば久保さんに紹介してもらえませんかというお問い合わせとかねいただくわけですよ。自分は起業したんだけども自分の会社を紹介してもらいたいとかね、要するに人を紹介してほしい、商品を紹介してほしい、会社を紹介してほしい、こういうふうなお問い合わせが、10件ほどいただきまして、5万円ですよと、1回紹介するのに5万円ですよというふうに申し上げましたけども、5万円でいいですというふうにね、今までもずっと久保さんの動画見てました、5万円でいいですという形なんですよ。なんで無料の時に申し込まないんだと、無料の時にすらって感じで来ないのに5万円って値段つけた瞬間に来るというね、いかがでしょうか。これ10人まだ動画も何にもないそうなんで、これからいろいろと面談したりとか動画作りとかコンテンツ作りとかメールマガジンなり LINE アットなりっていうのを仕込んでいかないといけないと思いますけど、それについてこれたら5万円をいただいて放送するということになります。さあでもね、もしかしたら一人たりとも宣伝コンテンツ作れずに終わるかもしれません。それならそれでいいんですけどね。そしたら私は5万円を受け取らずに今まで通りということになります。でもですね、ここに1億円稼げるかどうかの真実があるのは、値段をつけた方が売れる、しかも高い値段をつけた方が売れるっていう事実が受け取りがたいですけどもあるんですよ、ね、今例えばね、中古車安ければ安いほど有利だというふうに感じる方が多いと思うんですけども、新車は高ければ高いほど売れるというのもまた一つなんですよ。で高級車はどんどん値を上げて、中には数億円っていう車もあるんですよ。でもそれは受注待ち、生産待ちということで1年とか2年とか待たないと納車されないみたいなね。でも今日乗って帰りますよみたいなね、そんな極端な話じゃないですけども、2、3週間でもうお手元に届けますよみたいなね、そういう中古車っていうのはもう数限りなくあるわけですよね。もうほとんど走るだけみたいな状態のやつとかね、値段がつかない中古車でも走るみたいなね、こういうふうにして人っていうのは価格がついてるからこそ価値を確認できる部分もあるんですよね。で逆に言うとですね、なんかサービスとか商品を提供してあなたの言う通り値段付けでいいですよって言ったら途端に困るわけですよ。要するに価格がついてないと価値が測れないようになってしまう、目利きができないようになってるんですよね。だから 1億円っていうね金額っていうのは稼げたり稼げなくなったりするんですよ。これちょっと意味が分かんないと思いますけども、ビジネスってのはもうね、すべからく不等価交換なんですよ、ね、不等価交換ですよ。誰かがもういらないって言ったものを、いやそれ欲しいですって言ったところにビジネスが生まれますからね。もしくは自分だったら3万円で買うんだけども、5万円で売ろうかなと思ったものが売れるから2万円の差額っていう不等価交換が成り立つわけですよ。多くの方はビジネスは等価交換だよねって言いますけども、等価交換をしていたら儲からないんですよ、金持ちにならないんですよ。だから不等価交換をしなければなりません。その最たるものが、自分はそれほど興味ないんだけども自分よりも情熱を持って同じ商品同じサービスを欲しがっている人を探すってことなんですよ。私はですね、毎日のように自分の YouTube チャンネルを使って自分の宣伝ができます。自分が露出ができます。だから自分のチャンネルを使うのにお金を払うことは考えないんです。当たり前ですよね。自分の YouTube チャンネルで、放送して誰にお金払うんですかって話じゃないですか。でも
この私が1円も価値を感じないというかね、1円も払う必要がない私の媒体に5万円ですよって言ったら、あ、やらせてくださいって人がいるっていう、こういう事実もあるんですよ。ということなんで、お金を稼ごうと思ったら価値を見極められるような、ここを持たないといけないんですよね。価値を見極められるようなですよ、目利きができるようにならないといけません。それは自分の目利きであり、この人だったらこのぐらいの金額で欲しがるだろうなっていう目利きなんですよ。他者の気持ちになって、この人だったら3万円だったら払うだろうな、この人だったら15万という金額に払うことに価値を感じるだろうな、こちらの人は100万って商品を欲しがってるだろうなって形なんですよ。そして値段をつけた後に中身を作ればいいんですよね。これだから昔から変わりません。注文を取った後に商品を作るんですよ。商品を作って注文を取ると、商品の型にもうお客さん当てはめないといけないんで、これはフラストレーションが残ります。でもお客様が感じている不満を全て満たすものを商品として作った時に、それは満足度が高い、価値の高い商品になるんではないかなと思いますけどもね。皆さんいかが感じましょう、感じるでしょうか。それではいたし